日産グローバル本社ギャラリーへようこそ。日産自動車は皆様に支えられて今年12月創立80周年を迎えます。ただいま当ギャラリーでは創立80周年を記念して展示イベントを開催いたしております。これからのお時間はこのイベントについて簡単にご紹介いたします。しばらくの間ぜひお付き合いください。それではまずはじめに今から80年前の日産自動車創業時について簡単にご紹介しましょう。1933年12月26日日産自動車の前身である自動車製造株式会社が横浜に創立。これはまさに日産自動車創業以来の基本精神を伝えています。以来80年、1999年のルノーとのアライアンスを経て今年12月日産自動車は創立80周年を迎えます。その長い歴史の前史ともいえる車がこちらのダットサン12型フェートンです。ダットサン12型フェートンは日産自動車が保有するヘリテージカーの中で最も古いモデルであり、日産自動車の創業年である1933年に製造されました。ダットサンという名前は日産車の主に小型車で使われ、日本のみならず海外でも親しまれるブランド名となりました。続いて皆様右手奥にご注目ください。